2007年から駐在をして約13年間ウラジオストクに、あのウラジオストクで仕事させていただいています。日本の事故車とか、あの事故損害車を海外とか、まあロシアも含めて輸出している会社になります。最初は総務部というあの会社のいろいろ雑務をする部署だったんですが、ちょうど1年ぐらいした時にあのウラジオストクにオフィスがある会社なので、そこで働きたい人っていう募集があって、あのもう全然怖いもの知らずで応募したところ、あの本当にあの駐在させていただくことになりました。30歳、そうですね、結婚をして、あのウラジオストクで知り合った韓国の人と結婚して、子供が2人生まれました。モスクワ大学にあの留学をさせていただきました、10ヶ月で。その時にあの江口先生たちと一緒にオムスクのカルブザにある池田記念庭園というところを訪問させていただいたのが、もう本当にあの楽しい思い出です。あのもう本当に自然しかなかったんですけど、村の人たちと交流会などを開いていただいて、あのサウナにも入ったり、湖にもそのままサウナから飛び込んだりして、もう本当にあの一緒に行った子たちともみんな仲良くして楽しかったです。あの日本から直行便が JAL と ANA 去年もあの就航して、どんどん日本から一番近いヨーロッパっていうところで人気がすごい出ている地域になります。で、新しい日本のホテル、ホテルオークラももうすぐ今年オープンします。はい、でコロナが収まると企業の方もどんどん戻ってくると思うので、これからあの就職するチャンスもたくさんあると思います。ロシアに来たから新しい家族にも会えることができたし、もう本当に自分の人生を通してこのロシアと触れていきたいなっていうふうにあの思っています。で、ロシアの人たちもとっても優しいので、それが本当に大好きなところですね。僕がロシア語を始めたきっかけは本当に単純で、他の人と違うことをしたかったということです。文学部に入学が決まってから大学で何をしようか迷っていました。
そこでおじに相談したところ、ロシア語を勧められたので、じゃあロシア語をやろうって本当にそのような軽い感じで決めました。大学入学後、本格的にロシア語を始めると、ロシア語の勉強が面白くて、ロシア語漬けの毎日になりました。授業は実習登録しているもの以外にも上級生のクラスに参加させてもらったり、グローバルビレッジを活用して留学生からロシア語を教えてもらったり、ロシア語を勉強するにはとても恵まれた環境でした。2年後期から3年前期までの間、10ヶ月間モスクワ大学に交換留学生として留学しました。クラス先テストの結果、クラスメートのロシア語学習歴5年以上というクラスに入ることになり、当然クラスの授業のレベルは高く、最初はクラス一番の劣等生でした。当時ロシア語学習歴1年半だった僕は、毎日十分予習復習をしないとすぐに置いていかれてしまう状況だったので、毎日必死で食らいついていました。留学期間中、10ヶ月という限られた時間の中で最大限にロシア語を磨きたかったので、とてもハードでしたが、そのクラスで最後までやり抜きました。その成果として、学部在学中に目標としていたロシア語検定試験第3レベルに合格することができました。ロシアは日本人にとって馴染みがない国であり、政治的問題でどちらかというとマイナスイメージを持たれがちですが、民間レベルではロシア人は日本人に対してとても友好的で、敬意を持って接してくれています。またロシア語についても、日本人の中で話せる人は多言語に比べて少なく、貴重で、ロシア語から見えてくる世界もあると思うので、何か外国語を勉強したいと思っている方にはロシア語を強くお勧めします。